はい、今日はですね、元 JICA 海外協力隊出身で、今レディフォーで働かれている斉藤さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大学院まではずっと国際協力に携わってたっていう部分、はい、あったと思うんで、なぜ国際協力に興味を持ったのかっていうところをお聞きしたいなと思ってるんですけど、はい、なんで興味を持ったんですか？高校が国際文化科っていうところで、うん、高校から、そうなんですよ、ね、新潟出身なんですけど。あ、そうなんですね。へえ。もともと英語が好きだったり、うんうんうん、帰国子女みたいな感じで。あ、そうだったんですね。イギリスに5年ぐらい子供の時住んでたので、うん、英語の勉強とかしたいなっていうのと、なるほど、あとどうしても東京の大学に行きたくて、はいはいはい、進学校だったその国際文化科がある高校に進学して、うん、ホームステイだったりとか、うんうん、いろいろ勉強とかもしながらしていて、ジャノミズ女子大っていうところに入学したんですけど、はいはい、大学1年の夏に大失恋して、うんうん、夏休みの前にそれがあって、うんうん、すごく暇になってしまって、うんうんうん、まあ、集中講義とバイトめっちゃ入れようみたいな感じで、はいはいはい、すごいじゃん、振り切りがすごいわ。でたまたま、まあ、単位取れるっていうので、うん、取った集中講義か、うん、国際協力関係のやつで、アフリカの女性たちに関するような授業だったんですけど、うんうん、FAO っていうその、はいはいはい、国連の組織の今働いてるその女性の方が来てくれて、アフリカの女性たちの大変なところだったりと聞いていて、うん、なんて私の悩みはちっぽけなんだろうっていうのであもしかしてあれか、あの失恋悩んでたの？そうです、引きずってたから。引きずってたな。すごいみんな強く生きているのに、私ってすごいちっちゃい悩み抱えてたんだなってなって、何もできないけどそんな私でもできることって何かなと思った時に、まあそういったところ、まあ、国際協力っていう視点でできることからやってみようかなと思って、はいはいはい、そこからですね。あ、そうなんですね。アメリカの方が来られてどんなちっぽけなんだろう。そうですね、やっぱり強いなって、そのなんかエイズとかの、はい、HIV ポジティブみたいな診断を受けている女性たちが、うん、でもやっぱ子供をこう養っていかないといけないから、ね、はい、働かなきゃとか、うんうん、旦那さんにそういうのを移されてるんですけど、うん、でもやっぱりそれをもう運命だと受け入れて、うん、頑張って生きていくみたいな感じのものだったんですけど、なるほど、私ってそれはちっちゃいんだよな、遠距離でね、なんて小さいんだろうってなりました。だいぶ引きずってたの。大学生の期間とかで海外とかに結構行かれてたんですか？怪我してモンフェル行ってたんですけど、うん、JOCV の前に、はい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 、実は。あ、そうなんですか？そうなんですよ。3年生の後半とかで。へー、何しに行かれたんですか？卒論を書くために、うん、私 CSR の研究をしてたんですけど、ちょうど東ティモールでそういったトイレのプロジェクトを製紙会社さんがやっていて、うん、それのフィールドが東ティモールで、先生がちょうどその方のフィールドが東ティモールにあったので、そうなんだ、連れてってやるみたいな感じでついていって、まあ東ティモール2週間ぐらいその時は滞在して。え、それって日本の製紙会社ですか？あ、そうです、そうです、そうです。そんなのユニセフさんと、はい、組んで。へえ、面白い。衛生教育みたいなところやるそうですね。実際 CSR がどういうふうに行われてるのかだったりとか、トイレを作るみたいなプロジェクトだったので、そのトイレがどういうふうに今活用されてるのかとか、はいはいはい、そういうところを見に行くっていう感じですね。なるほど。じゃあその大学生の経験を経て大学院に進学するわけじゃないですか、はい、でも就職っていう道もあったと思いますし、はい、まあ、大学院の中でも海外の選択肢ももしかしたらあったかもしれないですけど、そうですね、どういう選択をこの段階ではしたんですか？就職っていう道はなかったんですか？ありました。あ、やっぱりあの東京の大学に行きたかった理由って、私マスコミの仕事ずっとやりたかったんですよ。もともと記者とか、はい、テレビ局の人みたいなのにずっと憧れていて、逆算していかない時に東京の大学に入ったらなれるみたいなモチベーションで行ったんですよ、はい、大学の時はそういう国際協力の、まあ、ボランティアとかももちろん他にもしてたので、はい、まあ、一旦そういうことやりながら、まあ、とはいえ3年生になったらやっぱり就職しようかなっていうので、うんうん、テレビ局だったり新聞社だったり出版社だったり結構受けたんですけど、一番本命だと思ってた新聞社の記者の職種で受けた時に、面接の時にふと我に返って、うんうん、私これやりたい仕事じゃないかもってなっちゃって、そうなんです、答えられなくなっちゃって。
ったんですよ、はい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 、で、まあ、もちろん落ちたんですけど、その面接では、うん、ちょっと一回立ち止まってみようみたいな気持ちになって、まあ、就活ちょっと一回中断して、はい、担当 その教授だったりとか周りのサークルの友達とかと話してる時に、マスコミマスコミってずっと言ってたけど、うんうん、本当にそれやりたいことか今分かんないのであれば、はい、もうちょっと冷静になって、うん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 、やりたいことをもうちょっと突き詰めたりとか、うんうん、自分が何やりたいかもう一回考えてみたらって言われて、はいはいはい、やっぱり国際協力やってる時が一番自分としては楽しかったし、うんうん、はい、一番生き生きしてるなっていうのはあったので、うん、かつこうやっている中で言われたのが、斉藤さんはレポートを書くのは得意、その現場をこう書くのは得意だけど、はいはい、論理なってないよねみたいなことを結構言われてなるほどなるほど、論理的にちゃんと視点を持つみたいなことをやった方がいいなと思って教授に相談して、だったら大学院行ったらっていう話になり、うん、はい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 、背中を押してもらうみたいな感じで大学院を受けようということになって、当時もともと興味あったのはジェンダーのこと、アフリカの女性みたいなところともつながるんですけど、やっぱ女性のことをこうしっかり見ていきたいとか、ジェンダーのことをしっかり学びたいっていうのがあったので、まあ大学はあの女子大なので、やっぱりそういった専攻があるので、そこで社会学のところの専門を受けようっていう風になって、まあ、無事なんとか合格したっていう感じ。あ、そうなんですね。大学院の時は今まで大学でやってたことを継続して研究するって感じだったんですか、それとも全くガラッと変わる、ちょっと路線変更みたいな感じのところあって、もともと CSR のことやってたので、はいはい、そういったところやろうかなみたいな感じで行って、でももうちょっと幅広く、やっぱボランティアとかそういうことにずっと関心があったので、ボランティアに関して研究しようかなみたいな感じで進学したんですけど、まあ、担当の教授が再刊されて、あ、そうなんですよ、で違う人になったんですよ、はいはいはい、でその時に甘い考えで言ってる感じもあったので、めっちゃ舐めてるみたいな感じで怒られて、めっちゃ舐めてる教授めっちゃちゃんと考えなさいみたいな、でやっぱり先行研究とかがちゃんとないと作っていけないし、論理やるんでしょっていうところを詰められて、そうだなってなって、はいはいはい、市民活動と広すぎるから、まあ、その一環ペアトレードに関してその先生結構専門分野だったので、そことかいいんじゃないみたいな話からアイディアをもらい、フェアトレードタウン、イギリス発祥のフェアトレードをこう地域ぐるみで推進していくみたいな、自治体がそういう登録をして、イギリスだとめちゃめちゃ多いんですけど、その研究をやろうっていう風になって、でイギリスに行ったりとか。あ、そうなんですね。してました。へえ、じゃあもう研究対象をそっちに絞ったみたいな感じなんですね。そうですね、で結構日本でも実は逗子だったりとか、はい、九州の方とか盛んなんですけど。あ、そうなんだ。そうなんですよ、実はあるんですよ。あるんですね、知らなかったです。そうなんです。でちょうどそれが入り立てというか、はいはいはい、始まるぐらいのタイミングだったので、はい、そういうところもこう踏まえながら、市民が積極的にそういった国際協力に関わる機会をどうやったら作れるんだろうみたいなところを研究していくっていう感じでした。なるほど。で就職を選ぶときって出版会社になったわけじゃないですか、はいはいはい、でももともとそれって大学卒業するときも出版会社とかメディア系で働きたいっていう話あったと思うんですけど、そこの思いはやっぱり変わらなかったものなんですか。ベースは変わってないかなと思っていて、記者とかそういったことではない形がいいなっていうのも一方であって、直接やっぱり NPO にすぐ入るのって無理だけど、うんうん、PR 会社とか広告代理店とかだとそういったキャンペーン作るとかそういうのって結構やってたりするから、そっち路線も考えつつ就職活動はしました、うん、なるほど。まあ、次の動画でもちょっと、うん、あの出版会社で何してたのかっていうところのお話を聞きつつ、はい、JICA 海外協力隊で何してたのかっていうところをお聞きしようかなと思います。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。